ユナイテッド終了しました。ユナイテッドは勝ち点が89になりました。引き分けでは優勝できないマンチェスターシティ、しかしもう1点取って勝てば優勝という状況だ。さあ入ってきた、シュート来た、すごい、すごいことが起きた。44年ぶりの優勝を引き寄せるアグレッシブゴール、49分、なんというゲームか。すごいですね。1点のビハインドから勝ち越しました。この精神的なタフネス、そして技術、アグエロやってみせました。後半の49分、このチェック、エマートンが足体を流しています、流しています、後ろからベルマルです、シュートいきました、ナイスフジーベルマル、強烈な左足のシュート、同点です。素晴らしいゴールが見れました。そのままドリブル、イニエスタに渡す、ヒールでつなぐ、さらにセスコ経由、そのまま左を使ってフェルナンド・トーレス、トーレスが中に、途中でカットして今度は逆、セスク、イニエスタシュート、ネットを揺らした、スペインだ、黄金のボールが白いネットを揺らした、イニエスタ後半11分、イニエスタ、アンリがここにクリアというボールです。ダイレクトなシュートを打てます。ノイヤー弾いた、もう一回アンリーゲット、ボヤン・クルキッチ、バフィーニャが裏を取られたことも簡単に取られましたね。裏を取られました、イニエスタ裏を狙ってきた、通った、中ビジャだ、クロス入った、ビジャ、先制得点はスペイン、前半36分。右サイドね、ホームランがこう作りましたよね。今までは自分の仕掛けってところをね、少し下げて目線を変えて裏を取ってね、まあ、最後落ち着いて奪って、プジョル、プジョル、フェルナンド・トーレス、プジョルに出る、落とした、フェルナンド・トーレスだ、4点目、鮮やかな攻撃でしたスペイン。まあ、ニューカッスル戦も勝ってもおかしくないようなゲームだったんですけどね。そうですよね。チャンス、そのままフォルラー、来た、これはまた鮮やかでしたね。決めましたね。素晴らしいシュートがロスタイムに飛び出しました。1対1、ディエゴ・フォルランです。あ、パーソン、あー多分ドレッシングルームかどっか行ったんでしょうね。ところで前を向いて、そこからまた縦パスが入れられる、トキです、トキ、モーマウスを見てる、先制はゼニト、復帰の左足、すごいシュート、あの距離から前、あっとボール奪いました、ロナウド、中央にベベット、さあクイバー出てくるが、シュート入った、ブラジル3点目、後半開始5分の得点、左からロナウド、そして最後ベベット、左サイドでセルジー、あっとビクトール、ビクトールのクロスボール、うん、トラップでセカンドボールをシュートしました、ゲット、ジャウミーニャ、先制点はデポルティーボでラコルーニャです。あの前節もちょっと感じたんですが、セルジー、いえ、まあ、セルジーもそうなんですが、はい、この失点、はい、この人ですね、レイナ、なんとかできなかったかな、ないですからね、はい、やはりアーセナルとやるってことになると、またユナイテッドも違ってくると思うんですよね。ベルカンプ落としてプリエスナー、シュート、先制アーセナル、パーフェクトゴール、先制です。シュート練習を見てるようですね。そうですね、まあ、縦パスをベルカンプに入ったときに、まあ、あのピレスがもう後ろ側にですね、縦パスが入って中田の頭を経由して、もう一度中田、中盤での競り合い、この競り合いでも負けませんでした、取った、チャン
ッチですね。中井一致が決めましたが、しかし見事な中田のつなぎ。本当ギリギリですよね。ライン上げるのは、ね、当てて出してコーナーとかっていうのは、まあ、考えられることだけど、また抜いて自分がまだ行くっていうのは、あの前の試合のいいイメージのほうがあるのかなという感じがしますけど、はい、シュートに行きました。ダニエット、バックだ、入った胸、ね、いやどこでコントロールしましたか。先生はマンチェスターユナイテッド、パクソン、ちょっと今年はそれで得点が12ゴールしかない。対するフィオレンティーナ23ゴールですからね。さあ上げてくる、これでバティスティータゴール。得点の話をしていたら決めてくれたぜ。マシンがギター弾いてたよ。どっちでしょうね。途中が変わったんじゃないですか。途中からマシンが来たな。いやすごいですね、これは。ロナウディーニョ、ロナウディーニョ、ロナウディーニョ、これがロナウディーニョです。ブラジルの5点目。いや今のカペオってちょっと上げましたよね。素晴らしいゴールですね。恐ろしい選手が出てきました。もう一回ファルファン、カンビアスはシンプルに前、届けばミリート、チャンス、ミリートー、おーヘディング、ノイヤー、遠目からシュートが来たー、スーパー、狙っていたサネッティ、狙っていたサネッティ、あるいはスタンコビッチか、スタンコビッチだったようです。スーパーでしたね。あの、まあ、ノイヤーのプレーも見事でしたけど、あそこからもう正確に、今日はエースが戻ってきました。PK キッカー、フランク・ランパード、これすごいな。すごいプレッシャーですよ、これ。亡くなった母に捧げる PK になるか。いや決めた、勝ち越し、すごい。泣いてます、お父さんです。よく決めましたね、フルカード。戻ってきたランパード、いやーすごい。今シーズンすでにチャンピオンズリーグでは3ゴール決めています。今日が通算50試合目の出場、セスク・ファブレガス、うん、決めた、2対2同点。わからなくなりました。いやー、足引きずってますね。あー、週末のバーミンガム戦で痛めたところと同じ箇所です。あー、どうです本田圭介、ブレたシュート回転、すごいね、今のは。まあ、こんな打球は見たことありません。いや、これはすごいよ、今の。未だかつてないブレダマシュート回転、いいところで今カメラ撮ってたね。ブレたというよりも逆に曲がっていった。どうしようもないでしょ、すごい。これ笑うわ。中村俊輔いきますか。まあ十分あの決めれるポジションですからね、はい、あ、僕が行くと。いや、言葉が通じませんが、お、通じましたね、今通じましたね。俺にやらせろと、はい、いいでしょう。いいですね。それぞれ蹴っています、足には当たっています。スロニチェクの、ね、ポジションが結構極端に向こうにいますね。巻いてきた、同点来ましたね。中村俊輔、フリーキック決めた。いや来ました。 PK 以外の俊輔の初ゴールです。いやこの点を生んだのはレオンが譲ったからかもしれないですね、はい。これ本当に極端でしたね。これはね、中村のことを知らないというね、ポジションの取り方ですね、これ。スルンチェク、いや、どこ蹴るかですね、はい、さあ
イタリア初ゴールなるか。ナナミフリーキック、決まった、ナナミが決めた。よし来た、ロスタイムでの先制ゴール、これがイタリアでのナナミ初ゴール、日本の皆さんにお伝えすることができました。長田が蹴るなら右足、ニアへ巻いていくか、どうだ、入ったゴール、中田今シーズンの初ゴールはフリーキック、15分見事なシュートでした。強烈だったですね、いや私はニアへ巻いていくかというようなお話したんですが、もうそのままストレートに受けていました。すごいスピードだったですね、はい、これゴールキックサイドでも面白いでしょ、はい、今度は清武がニアへ、よし清武から吉田麻也、日本ベスト4進出を大きく引き寄せる吉田麻也のヘディングシュート、後半の33分、縦に送るカヌー、カヌー低いボール、ゴール前にサンチャンスだ、ベルカップシュート、決まった、ゴール、前半44分のアーセナル1点を返しました、2対1、ウェンブリー総立ち、すごいですよ、コントロール、決着がつくわけではないんですが、ミランにしてみれば大事なファーストレグ、1-1に追いついた、うん、チャンスです、シェフチェンコ、いやー来たぞー、あっという間に勝ち越しだ、シェフチェンコ、あっという間にシェフチェンコ、やはり個人のドリブルですよね、はい、まだ30秒になっていません、いや見事な個人技でしたね、あっという間にシェフチェンコ、4ゴール目になります。そしてこれがコーナーになって、アンデルセンからさ、ここのボールが弾いてしまってここに落ちる、惜しいジョーン、惜しいもうラストプレーか、点上がってきて、キーパーも上がっている、こぼれる、そしてバラックのボレーシュート、これはどうですか、どうですか、すごい違うの、これはどうだ、目の前だぞ、泣いてる、これファンじゃなくても泣いちゃうよ、強いですねフレブ、どうだフレブ、行く行く、抜き去る抜き去る、さあここで手がかかってるよおいデフリーフィンクさん、あなた元警察官、ルール無用のプレーでしょこれ、これはどうですかこれ、でも審判の距離ですからね、ちょっと何とも言えないですけど、まあ、目の前目の前かかってますね、目の前のアリエンカ TV